皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット姉が乞食編をプレイしていきます。やったー、岐阜城とさらに鈴木重秀までをも手にしてしまった。これは大きいぞ、これは大きいぞ。さあ次だな、大垣城が欲しいんだよ。このレベル9準剣所がさ、辛すぎて。信長の1万と、柳生石州祭は、何 ?1970 万、1350人だと19,700人か。行くぞ。ここに行くと、うちの1万7000対信長の1万か。勝てるかな、どうなんだろう。あ、でも行くしかないね。行きます。お、一回解散した。え、兵糧切れた、ひょっとしてついに。兵糧切れか、再出撃か、どっちかだ。あ、多分再出撃だな。兵数でかなり負けてたから。どっちか。でも、このパターンは再出撃のことも結構あった。あ、キオス落ちたよ。やったー、来た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 。どっちかわからんが、どっちでもいい。構わん。構わんぞ。亀山とか、いけんのこれ。どうなの、いけんじゃないの。大垣取れたらでかいよ。24日で落とせる。強行で。強行強行。これはいい。ついに、ついに突破口が見えた。交渉はないのか。交渉させてくれ。交渉探せ、交渉。あと9日。よし、長島9日で落ちる。こまめに、こまめに見よう。あ、敵逃げてった大垣。おお、これでレベル9準剣所を手に入れることができた。壊れたかもしれないけど。ない、あー、残ってる、来た、これは強いぞ。よし、敵地でも同数で当たれる。これでどっちにしよう。長浜だよな、長浜だよな、長浜欲しいよな。あ、来月9月で兵糧が、あー、出てきやがった。1万6000人。ちょっと待って、亀山じゃダメだ。ここだと4200人だったことになる。よし、万馬城とやらに行ってみるか。進め。はい、長島取りました。ありがとう上杉縁君、帰っていった彼らは。よし、人数差がつくところで当たるぞ。いいねいいねいいね。1万5000人出るのか。沢山行った方がいいな、これだったら。行くぞ。行けんのか。でも皆の者、我に続け。急げ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 。さあ、着いた、長浜の城。モグラモグラ&大筒標高。また交渉できればいいんだけどな。交渉ないかな。さあ、三木地勝那対4万5000、ついに来た。いきます。山形正景対、ちょっともう無理だな、1万じゃ無理だな。さあどうする。3万3000が来るな。3万3000か。相手の方が兵数が多いな。そろそろ手引いてもいい頃ではあるな、正味。でもまあ、行けるとこまで行こう。山形正景隊は一回解散させよう。天も、あ、しまった、忠誠あげてねえ。俺に背くことは許さぬ。忠誠あげてねえ。はあ、ついに恐れていた事態が来てしまった。ついに来たか、この時が。最悪だ。助け立ちする。これは敵が迫っております。下田渡して停戦がいいな、これ。下田を持ってるから多分ね、これね、いけないんだよ。これは太陽だも一回終わりかな。いや、でも、まだ攻めたいな、まだ攻めたい。今引くとまた苦しむんだよ。相手3万しか出せてないからな。天も人も俺に背くことは許さぬ。軍技力上昇ってずるくないか。そろそろ交渉出てそうだな。出てない。53日は遠い、遠いな。そろそろこりゃ身の振り方を考える時だな。
もう一回回戦できるか、家康隊って。できなくはなさそうだね。勝てるかは別として。相手の大将1万8000人だって。大将の兵数が多いのが一番辛い展開だな。北条はもうノータッチだな。使いの者が来たよ。あ、お便り交渉。あー、どうしよう。これ。本当だったら多分飲んだ方がいいんだろうけどな。来たかー。そうかどうしよう。いや、これ飲んだらまた苦しいぞ。また回線いっぱいやんないといけないぞ、これ。いやー、俺は飲まない。信長め何回も攻めてきやがって。徹底抗戦じゃ。拒否。光秀め、お前が本能寺を起こさねえからこうなるんだよ。皆の力合わせよう。俺は戦い続ける。山形正景解散以上。三木隊どうする、どこで戦う。万馬城で。ちょっと待って、この舞台弱いんじゃないっけ。結構、いや、悪くないな、これ。万馬城で開戦すれば家康の長浜まで踏み込まれなくて済む、織田軍に。できれば沢山で戦いたいんだが、あ、沢山から迂回していけばいい。そうすればここの上限9万6000だから4万5000対3万3000で当たれる。いいね、これはいいぞ。よし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 。交渉ないの？あ、交渉出てる。やったやったやった、交渉出た。来た、これ。10日だぞ。10日粘るんだ。10日。長浜城に9日で作って。三木千勝隊当てるしかないじゃないか。じゃあ我が領内に敵が迫っております。わー、これいかん。どうにもでなんねえ、これ交渉、あ、交渉できる。こわ、頼む。かしこまりました。頼む、何でも渡す、何でも渡すよ。鈴木重秀渡そうか。杉が北条攻めてくれた。ありがとう、ありがとう。さすが義理の親父。越後の竜の義の心はまだ生きていた。素晴らしい。ありがとう、上杉、ありがとう。付け立ちいたします。これは本当にありがとう。待て、これは行くとしましょう。出陣する。いやー、信長直で長浜来るのか。これ講和の前に着くの、信長。これやっぱり着くよな、多分。あ、そうだ、狩田路関いるよ。どれ、稽古をつけてやるとしよう。あー、来るな。ダメか、間に合わずか。来やがった。倒す、来たんなら倒すしかない。こっちは先に陣取ってるからね。信長来たか。こりゃ勝たなきゃだな。ここになんかいるね。いや、これ絶対負けたくないな。あ、ダメだ、これ完全平地のやつだ。完全平地ってどう戦うのが一番いいんだ。これうまく大将をやっぱ誘い出して倒すのが一番いいだろうな。ここを先に集合して倒せるかな。鉄砲水はあんまり踏んでくれなかったから、ちょっとやめときたいところではあるが。とにかく、おとり挑発は持っていこう。これだけは持ってった方がいい。信長引っ張るためにね。本陣切り込み持ってってみよう。そして、信長をピンポイントで狙おう。かっこ撃破より、こっちに信長確定で多分いるだろうから、正面全力の方がいいかもな。ドラ台前に置いて、行くぞ。あー、勝ちて、これは勝ちたい。これ勝てばギフ取れる。行くぞ。よし、突っ込め。よし、ドラの周りで戦うんだ。とにかくもう速攻で信長捕まえるぞ。敵の居所知れました。秀吉の700人がいた。信長いたぞ。よしよし。あ、
これ秀吉取りに行ってもいいのかな。みんな気を引き締めよ。やりたい前へ。おだあ。おとり向こうにも使われたか、はい、雪村信長に取り付けるところまで出たいな。こっち300人と600人だぞ。じゃあもう前出ちゃおう、どんどん切り込め。ダメだ、おとり挑発まで使えない、この位置じゃ無理だ。どんどん前に出ろ、前に出ろ、前に出ろ。秀吉取れるぞ。そしておとり挑発、これ範囲入ってんのかな、いけんのか、どうなんだ、多分入ってる。はい、おとり挑発、よし、ギリギリ信長届いた。もういい、ばっちゃ、そうか、お前ら挑発されてるのか。あ、これ永続なんだ、この挑発。撃った瞬間じゃなくて、その間中ずっとなんだ。ご命令ください。本陣切り込み、いけ、近いぞ、そう、200人は蹴散らしてやれ。これは勝てる、勝てるぞ、勝てるぞ、ミスらなければ勝てる。やりたい前へ。よっしゃ、秀吉取ったこれ。おしよ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 し、よし、その後ろのそいつをやれ。敵の居所、あ、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てるよ。ダメだ、操作がまだできん。来たー、これはもらっただろう。始めます。よし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 、前へ、やりたい前へ。いいぞ、あと400人、あと400人、やりたい、よしよしよし、ほぼ損害ゼロ。蹴散らしてやったぞ。いや、損害がなかったのがでかい。これまだ癒やし残せる。及ばざるがごとし。及ばざるがごとし。これ交渉やり直しかな、やっぱ。どうなってんのこれ、中身は。あー、交渉打ち直した。あ、いや、10日だからね。よし、問題は、これ問題だよ。もう知らん。俺は何も見てない。これ、安土取れるんじゃない、じゃあ、もしかして。あり得るな。いや、強行の方がいいな、強行一緒。交渉ある交渉ある、よし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 、城主誰、なんかすごいやつで会ってくれ。橋場秀長。お、悪くないね。次が来るぞ。次どっから来るんだ。今度黒田官兵衛が来んので、ちゃんと四国をついてくれてる長宗我部が来た。これでもう行けるとこまで。尻尾を食べられながらスイミーは行く。講和交渉がうまくいくのを祈るだけだな。あとはさあ、これ無理だぞ。相手、合計で、何人だ ?15 万人ぐらいだね。全然無理。だけど、北から攻めてくれてる。影勝軍8万2000。え、ここにも10万人いるんだけど、どうなってんのこれ。攻めてくんないかな、政宗、北条。今だぞ、行くなら。皆の力、合わせよう。北条家と交渉。鉄砲1万4000。鉄砲1万4000。もう、惜しいけど、渡すしかない。何でも渡します。なんだったら、うちの姉が工事不切なという姫がいるんですが、渡しますよ。あ、いい女がいるんですよ。いい女が。望月千代っていういい女がいるんです。こそこそこそ。嫌われすぎてもう無理だ。あ、下田城取ってからのが、取られてからのがよかったかな。まあいいか。いや、もういい。もう知らん。知らん知らん。とりあえず停戦になったんだから、知ったこっちゃない。こう交渉中だったよな、確か。あれ、相手が上司交渉に応じる気配がない。いや、確か交渉起こったような。来た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 。あ、違う、南の方か。羽柴秀長、これは秀吉の弟。上司投稿56、低い。頼む。来い。ああ、来たー。よしよしよし。交渉がうまくいっている。いただくとしよう。さあ。いいぞ。行くとしましょう。次は安土だ。なんか来るの安土。2日で着くぞ、安土でも、こっちは。
イアスのとこ交渉出てないの？交渉ないな。くそー、長浜が硬い。どうしよう。続けるしかないか。ゴスメ出すぞ。多分出られると思う、何かが。鈴木重秀隊だ。やったいいね、いいね。もう人数合わせても何でも構わない。すぐ出られるやつ、誰でもいいから出てくれ。先に行くぞ。よし。ついてこい。ギリまで行くぞ。ついに安土。硬くない？なんだこの城。ちょっと待って、なんだこの御防星は。何日かかるんだ。うわ、待て待て、半年かかるぞ、これ。この城。どうしよう。落とせないな、安土。いやー、5ヶ月は無理だな。いやー、これ最後に取る城だな。周り取ってからだな。ちょっと無理がある。交渉で落とせるまで粘るべきだな。ちょ、何？一体どれだけの兵がやってきてるんだ、これ。全然わからないぞ。4万人持ってること考えたら、安土城を包囲して、敵足止めする方が良さそうだな。家康を守るためにもね。北条氏政が勝った。上杉景勝は俺にはしごを外された形になったな。でもあんなの講和交渉するしかないからな。上杉が攻めてくれたから講和が通ったのかもしれない。2万人来るね。2万対4万だから戦わなくても返せる。じっくり取ろう、じっくり取ろう。あ、迂回しようとしてる。待て待て、これまた野戦すんのか、これ。地獄の。交渉は？交渉ない。上司交渉通知。通知なんて出るんだ、これ。そうか。知らなかった、通知。ないと困るもんね。何回も覗かないといけないんだと思ってた。そうか。どんな部隊なんだ？村上武雄隊1400。そんなに強くないね。いつもの織田家の軍より全然強くない。交渉通知オンにしたら交渉に応じるようですとか出るのかな。長宗壁が勝ったぞ。もう一戦頼む、家康。頑張ってくれ。すまん、本当にすまん、家康。こき使ってすまない。行くぜ、進め。来るね。来ちゃったか。指揮なさらずとも我らの勝ち揺らがない。やったー。天下聖筆。口ほどにもないの。かたじけない。長浜攻め直しだ。なんで強行してたから。あ、交渉ある。やったーやったぜ、交渉出た。さらに戦に勝って相手の士気がくじけたんだ。そうだよね、そりゃ援軍前提だもんな、牢城って。援軍が来ないんだったらさ、援軍が野戦で敗れたんだったら交渉応じるよな、普通に考えれば。5万3000人が来るのか。違う、2万9000人か。急いでくれ。長宗壁強っ。さあ、鈴木重秀。あ、交渉ある、やったさあ、頑張って戦ってくれよ。今度は着く前に長浜通るはず、交渉が。あれ、本当に通る？急げよ。まだ、まだなの？まだ10日経たないのか？おい？おい？だあちょっと待て。よし、我らの勝ちは揺るがない。いかなる苦難も。耐え抜いてみせる。ああ、家康強い。今度こそ交渉応じるだろう。よし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 。そうか、援軍が来るとっていう、リアルだな。援軍が来るならもうちょっと籠城しようぜってなるんだ。頭いいな、 AI。 ご命令を。タミヤ疲れ果てている。俺も疲れてるよどうしようかな。取引を行いましょう。ちょっと戦時中ではあるが、援組をしよう。ちょっとね、家康が頑張ってるんで。あー、家康も結婚してるのか。家康に奥さんをめとらせてやろうと思ったのに。しょうがない。近綱に側室を持たせるか。誰がいいかな。お、望月千代目59歳、側室
父親の死ぬ寸前に結婚した奥さん、息子がもらう。よし、かたじけない。息子に幸せにしてもらうんだ。59歳、国衆将兵入れとこ、忘れないやつ。どれ、稽古をつけてやるとしよう。神前できるかな。あ、できない。北条は神前受け入れてくれないらしい。そうか。天も人も俺にそのさ、信長も後がないぞ。調査壁は結構勝ってるね。交渉出てるんだよね、今度こそ。よしよしよし、いいぞ。こっちは、こっちも交渉、あ、出てる出てる。交渉、はい。来たー。浮田秀家。これ何城？万馬城かこれ。城主投稿、浮田秀家。頼む。だー、ダメかー。解放しようか。77。講和はできないからな。あー、交渉が不調に終わった。マジかよ。じゃあもう、殴り開けるしかあるめえ。方位で23で落ちるじゃん。方位、方位でいいや。よしよし、23日ならいいや。もう一回交渉応じるかもな、そのうち。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。上杉家の助けで、なんとか窮地を脱した姉が高次家。織田家との戦は次第に苛烈さを増し、織田家家臣団は徹底抗戦の構えを見せ始めます。次回、信長包囲網、お楽しみに。続きを見たいと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。